しまして大川選手の平均台です。上がりのところです。乗りましたね。菅原を 0.276 で追っています。3種目終わった段階で第2位。この選手は前方の宙返りから即後転跳び、後方宙返りという連続技がありますので、その辺に注目していただきたいと思います。ここですね。決まりました。やはり平均台というのは精神的に非常にプレッシャーがかかる種目なんですけれども、上がりで決まるとちょっとこう精神的に安心するようなところがあるんですね。で、大川選手昨日は上がりで落ちてしまったんですけれども、今日は上がりでバッチリ決まりましたので、まあ安心してやってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、あとは呼吸を整えて下り技かな。から折り技に入ります。さあ着地は決まった。決まりました。これはどうでしょうか、得点が。そうですね、はい、途中ちょっと揺れたところがありましたが、これはどうされますかね。で、まあ、でもあのぐらいのふらつきでしたら 0.1 0.2 は減点されないと思いますので、いい得点が出るんじゃないでしょうかね。はい、